ひねがら団地ができて、移住してから25年目になるんですけども、まあ、今年はとにかく一番の大雪ですね。もう本当にご覧の通り、もう雪のやり場がないという状態です。今はやってましたけども、このロータリー車でダンプに積んで排泄してもらうっていうのが一番助かりますね。ちょうどこの山がみんななくなっちゃいましたけども、これ道路で車庫から車が出入りするっていうのが一番困っちゃうんですよね。見えなくなっちゃうんです、この壁で。まあ、地元の方々からはやはり道路除排雪、これが生活のためのもう道路として重要でありますので、この確保に全力を挙げてもらいたい、またそういったご要望意見が多数寄せられております。まあ、急遽北陸地方整備局の方にお願いしまして、富山河川国土事務所の方から2台、それから、つい先日は関東地方整備局の方から1台ということで、3台応援いただいているわけでございますけども、非常に3.11 の時もそうでしたが、地方整備局の存在感、私どもも非常に今回ありがたく思っていますし、迅速な対応に感謝しているところであります。いただけら嬉しいですが、助かります。自分でも何もできないからね、うちの屋根だってみんな人頼みなんですよ、もう年寄りばっかだから。で、他から来ていただければ助かります。自分で何もできないからね、その気持ちありがたいです。はい、いや、まああれがあったよね、見起こしだけじゃ間に合わんのよね、土地で用水してもさに、なかなか除雪の手が間に合わないということで、県内外からたくさんの、ね、方が来てお手伝いしてくださって非常にありがたいんですが、ただこれがやっぱり毎年こうなってしまうと、やはり毎回毎回そうもいかないので、やはり市でですね、みよこ市で雪はなんとか市で、処理できるような、体制を整えていかなきゃいけないなと思いますね。はい。